こんにちは。こんにちは。今日は兵庫県辰野市の鶴橋山に登ろうと思います。ここは駐車場なんですけど、鶴橋山里公園ってとこに車を止めております。コースはちょっと美香さんに説明してもらいます。今ここの林間広場にいます。ここから舗装された道をずっと歩いて鶴橋山散策道入り口まで行きます。ここから両部岩や太鼓岩を通って鶴橋山に登っていこうと思います。それでは行ってきます。行ってきます。ここが、遊歩道の入り口になります。ここからちょっと山っぽい道になっていきます。屏風岩まで20分って書いてあります。とりあえず屏風岩の方に向かって歩いていきます。行きましょう。はい、はい。なんかね、思わせみたいで楽しそうだね。これが天然記念物の屏風岩です。橋先の屏風岩、橋先の屏風岩、ほんまだね、うん、天然記念物って書いてあるね、うん。
屏風岩の上からは展望がすごくいいです。あれがタモさんと、あ、そうだ、あれがその鶴橋山か。そうおー、鶴橋山よう見えるやん、うん、あその手前もなんかピークあるね、うん、こっちも綺麗だね、確かにね。ほうほう、直で降りれる。ああ、駐車場直で降りれる。ここに、ここに来るんだ、直通したら。へ、うん、じゃあ太鼓岩、太鼓岩ってのあるのね。あの山が多分太鼓岩、うん、太鼓岩行ってみましょう、うん、はい。すげえな。すごい。かあ、すごいねこれ。うん。高い。そんな高くないけど。これが太鼓岩だと思います。多分。すごいね。うん。すごい。ここは太鼓岩なんですけど、今日はここでお昼を食べたいと思います。それめっちゃうまそうですね。ええ匂いするもん。
今日のデザートでございます。それではご飯も食べたので本命の鶴橋山に向かおうと思います。行ってきます。行ってきます。レッツゴー。この辺にカレーついとったりして。うまいわ。山頂か。よっしゃ。鶴橋山山頂到着しました。白いなんかこの変な杭しかないです。あ、嘘。あったあった。あった。ほんまだ。木にかかってました。鶴橋山263m です。下山完了しました。なんだろう、神社に降りてきましたね。ここからはまた道路を通って駐車場まで戻っていきます。お邪魔しました。 ありがとうございました。よし。お邪魔しました。どういたしまして。あなたには言ってないんだけど。今日は兵庫県辰野市の鶴橋山に登りました。山頂の展望は全然ないんですけど、短いコースの中にたくさん見どころがあってとっても面白い山だなと思いました。ぜひ登ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。